ハーゲ・ゴットフリート・ガイン・ゴブは、ナミビアの政治家。2015年3月21日から、同国の第三代大,大統領を務める。2017年11月より、南西アフリカ人民機構議長。1990年から2002年まで初代首相を務め、2012年から2015年にも、再び首相職にあった。2007年に、スワポ副議長に就任し、 2008年から2012年まで通商産業省を務めた。ナミビアの大統領職は2期までに制限されているため、2015年にヒフケプニエポハンバ大統領は退任することになっていた。そこでスワポ副議長のガインゴブが同等の大統領候補となり、2014年の大統領選挙で圧勝し当選した。1941年、 南西アフリカのオチワロン語に生まれる。バントゥー教育システムの下南西アフリカのお旅で初等教育を受け、1958年にオーガスティニアム中学校に進学した。この中学校では、今日のナミビアにおける主要な政治的指導者のほとんどが教育を受けた。1960年に教育の質の低さに対する抗議運動に加わった。 ために方向処分となったが、復学が認められ、1961年に教員養成コースを終了した。その後、ナミビア中部の爪部小学校の教員となったが、ナミビアでは、自らの知識への活望は満たされそうもないことに間もなく気づいた。外ンゴ部は、教員として、いつまでも続くバントゥー教育システムの手先になることを嫌った。そのため学年末に、 その教育システムを変える手がかりとなる知識や授業を追い求める目的で教職を辞した。バントゥ教育システムから免れるため、ガインゴブと3人の同僚は、徒歩とヒッチハイクでボツワナに移った。ボツワナからは、アフリカ民族会議がチャーターした航空機で、タンザニアのダルエスサラームに向かう予定だった。しかし、その航空機は、 南アフリカ人が仕掛けた次元爆弾が焦燥に作動したため地上に中期中に爆破された。その後、アパルト兵と体制は地下鉄道に対する締め付けも強めた。その結果、ガインゴブはボツワナに止まることになり、スワポのボツワナ駐在員を務めた。1964年にはアメリカ合衆国のペンシルベニア州フィラデルフィアにあるテンプル大学から奨学金を獲得し、 同大学学に留学したその後、1970年には、ニューヨーク州のフォーダム大学から文学士号を、1974年には、ニューヨークのニュースクール大学大学院から、国際関係論の修士号を取得した。1964年、外員ゴブは、ツアポの国際連合及び、米州諸国駐在員に任命された。この役職には、1971年まで止まった。 彼は広い範囲を旅行し、米国を縦横に駆け回り、人々と対話を行い、集会に出席した。彼とその仲間らは常に順風満帆なわけではなかったが、国連総会がスワポをナミビア人民の唯一の正当な代表として承認するまで、国連で彼らを支えることになる転向者を得た。百六十六年に始まった国際部隊におけるナミビア人の苦闘は、 最終的には1990年のナミビア独立に結びついた。1972年には政治問題担当の国連事務局職員に任命された。ガインゴブは国連ナミビア研究所の所長に任命される1975年まで同職を務めた。国連ナミビア研究所は独立後にナミビアの行政を引き継ぐことができる幹部の要請をその役割としていた。 また、独立ナミビア政府の政策枠組みを作るための分野、別研究も研究所の主な業務であった。研究所のレベルは年を経るにつれて向上し、ウォーリック大学やイーストアングリア大学、サセックス大学などヨーロッパの様々な高等教育機関と提携するようになった。この他にも研究所の学域を認証し、 その卒業生がさらなる研究を行うことを認めている研究機関がある。研究所の所長には1989年まで在職した。この間、会員部はスワポの中央委員会委員と政治局委員を兼務し続けた。1989年にはスワポ政治局からナミビアにおける同等の選挙運動の本部長に起用された。この職務を果たすため、 ガインゴブは1989年6月18日に多くの同僚と共にナミビアに帰国した。27年ぶりの帰国であった。スワポの選挙対策委員長として彼は他の委員と共に全国にスワポ選挙センターを立ち上げ選挙戦を展開し、スワポが政権を獲得するのに貢献した。選挙後の1989年11月21日には、 ナミビア憲法を編纂する政権議会の議長に選出された。しかし、憲法案の起草前に政権議会は相互に憎悪する関係にある人々の間で信頼情勢プロセスを進めなければならなかった。したがって政権議会において国民和解の種はまかれた。国民和解はその後政府の政策ともなった。外務部が議長を務めた政権議会は 1990年2月9日にナミビア憲法を全会一致で採択した。1990年3月21日、ガインゴブはナミビア共和国の初代首相に就任し、1995年3月21日には再任されて2期目をスタートさせた。彼は12年間、サムヌジョマ初代大統領の下で首相を務めた。首相としてのガインゴブは、 政権運営のため近代的な管理手法を導入した。2002年8月27日の内閣改造において、ガインゴブは首相職をテオベングリラブに明け渡し、代わりに地域、地方行政、住宅省に任命された。しかし、彼はこの地位の低い役職を引き受けることを拒否した。2002年8月のスワポの党大会では、368票の9位で、 当中央委員に選出された。しかし、9月15日に行われた政治局委員の選挙では、83人の中央委員から33票しか得られず、留任することができなかった。再選されるには、最低でも35票が必要であった。2009年、ロシアと貿易契約を締結した外務部。左後方に立っているのは、 ロシアのドミトリー・メドベージェフ大統領2003年にはワシントン DC に本部を置くアフリカのための地球連合から事務局長として招聘された。同連合はアフリカの政策決定者や彼らの国際共同体における提携相手を集めてアフリカの優先的な開発問題に関するコンセンサスを築くことを目的とする政府間フォーラムである。 アフリカは自らの力だけで成長できるが、そのためには外部の支援を必要とするという前提に同連合は立脚している。ガインゴブはアフリカの紛争解決やアフリカ諸国のグッドガバナンスの推進、アフリカ経済と世界経済の統合に向けてアフリカの地域機関や開発のパートナーと共同することに活動の重点を置いた。 2004年10月2日に行われた、党代表団によるスワポの国会議員候補指名で、当時なおワシントンで、アフリカのための地球連合に勤めていたがインゴブは、60人中28位につけた。その後、彼は、同年11月の国会議員選に立候補するため、アフリカのための地球連合を退き、ナミビアに帰国した。この選挙で彼は当選した。 2007年4月18日には国民議会におけるスワポの院内幹事長となった。2007年半ばには2つの欠員の1つを補う形でスワポの政治局委員に復帰した。党大会を数週間後に控えた2007年11月、政治局はガインゴブをスワポ副代表の唯一の候補者に指名した。したがって11月29日の党大会では、 万丈一致で副代表に選任された。その後、2008年4月8日には、通商産業省に任命された。2012年12月2日のスワッポ島大会で、ガインゴブは同党の副代表に再任された。この人事は、2015年に彼をヒフケプニエポハンバ大統領の公認とするための布石と考えられた。党代表団による投票で、 ガインゴブは312票を、ジェリーエカンジョ候補は220票を、ペンドケニリブライサナ候補は64票をそれぞれ獲得した。党大会後の2012年12月4日、ポハンバ大統領はガインゴブを首相に任命した。2014年11月28日の大統領選でガインゴブはツワポの候補者として87%という、 圧倒的な得票率で当選した。2015年3月21日に行われた大統領就任式には周辺諸国から15人の首脳が出席した。同時にポハンバ前大統領の後を継いでスワポ議長代行に就任し、2017年11月に正式にスワポ議長に選出された。2019年11月27日の総選挙。 大統領選挙では56.3%を得票し再選されたが、議会は63議席にとどまり、過半数は維持したものの3分の2を割り込んだ。1967年に、ニューヨーク市出身のプレジラチャーリーン・キャッシュと結婚した。夫妻には、ナングラガインゴスイコール・デュークスという一人娘が生まれた。1993年9月11日には、ウィンドフックで、 実業家のロイニ・カンドゥメと結婚した。恒例結婚であったが、一男一女の二児を設けた。2006年5月、ガインゴブは、カンドゥメとの離婚手続きを開始し、2008年7月に仮離婚命令を受けた。2015年2月14日には、モニカカロンドと結婚した。ウィンドフックにあるハーゲガインゴブラグビースタジアムは、ガインゴブにちなんで命名された。 ガインゴブはリーズ大学から博士号を授与された。博士論文の題名はナミビアの国家形成、民主主義とグッドガバナンスの推進であった。その中で彼はナミビアの国家形成プロセスにおける主だった出来事を検討し、国家としてのナミビアの発展を規定するのに関与した様々なアクターが果たした役割に注目した。また、民族的かつ人種的に階層化され、 多様でしばしば敵対していた集団を和解させ、民主主義と和解の政策を推進し、アファーマティブアクションを通して、従来差別されていた集団の生活条件を向上し、グッドガバナンスを促進し、人権の文化を推進し、かつこれらの政策を支援する国家機関を設立するために、ナミビア人が果たした努力も検討した。ナミビア研究所所長及び、 研究調整委員会委員長として、会員部は国連ナミビア研究所の一切の研究活動を所管していた。この努力の成果は22の出版された研究論文となった。また、国連総会が国連ナミビア研究所に委任したナミビアに関する最も包括的な研究であるナミビア国民和解と開発の見通しの座長も務めた。この研究では、 独立ナミビアの社会経済的な和解と開発のあらゆる側面が取り上げられた。この研究はまた独立ナミビアに新政権を受立するにあたっての青写真を提供した。ありがとうございます。